ということで始まりました DJ 社長ピンのコーナー。ハメハメ、ホメホメ、今日は近くは食べるまい。俺たちハメ撮り大好き芸人、ハメ撮り残す少し振りネジ、記録よりも記憶に残そうより、記録にも記憶にも残そう、トラベル先でも撮るハメ撮り。はい、DJ タイム最高。あ、DJ タイムする。DJ タイムしていいんやったらめちゃめちゃ簡単よ。もうずっと DJ しとくだけは、もう黙っとくだけでも簡単よ。じゃあ DJ タイムでもやりましょうかね。これだって、人の曲流さん方がいいよね。絶対？あと1時間ぐらいで聞きます。なるほど。ペペペの曲やったらいいぞ。ダメドリ。最高。こうか。久々すぎる。最近ファンになった人は知らないですよね、この曲。ハメ撮りの最高だ。一発ハメハメハ。もう声ガラガラでこの声したら出らん。そんなイメージなんだ。もう出らんわ。じゃあ DJ しとくんだよ、勝手にコソコソ。コメントを見えてるよ。コメントを見えてるよ。コメント読みながらじゃあ DJ していこうかな。一応日本一の、自称日本一の DJ 系。最高ギャハハ。あ、結構今日がいいのかも。もしかしたら DJ あれ。ボムボムムカムカサンカン。なんか音変になったわ。のど飴舐めて、ありがとうございます。僕の喉をかけ返してくれて、白湯を飲んでおります。この白湯の中にこれを入れてます。2個分入れようかな。蜂蜜入れよう。確かに天才だわ。世界一やってください、ゆりんちゃん。ありがとうございます。絶対に世界一になりたいと思います。ちょ、人の曲が流せないということで、レペゼの曲しか流せません。説明しよう、説明しよう。キヨトンとは記憶を飛ばす魔法の言葉。来ました、深夜のゴシゴシ。何が美味しい闇に流して。どんな曲やねん。リメンバー、あーいいね。あ、レペゼンの曲なら何でも流せるけん、聞きたい曲とかあったら言って。
こんなレペゼンの曲聞くことない。確かに、なんやかんだレペゴシゴシ好き。そりゃもうあれですから、ファーストシングルですから。こんなファーストシングルある？普通心込めて作るのファーストシングルって意味わからん。ラーメン週8とか背中ゴシゴシとか、こんなファーストシングルってあるんやっていうね。何を血迷ったんやろね俺が。お、やっぱレペゼンと言ったら福岡。あ、あれが来た。あ、ちょっと待って、やばい。XOXO 多いな。いやー、かといってね、そんないきなり流すと思うわけやろうね。ではでは皆さん、バカになって今夜は飲まなきゃ。はじリメンバーゼロ東京、いいね。やっぱ流れっていうのね。ガッとばせ、わ懐かしい、みんな知っとるよ、そういう昔の曲。あ、しまった。あ、やばい、おかしいことだった。ボタン押し間違えました。ライセがあるんでも、まあ悪くないね。まあこの深夜帯にかけれる曲ですよね。なかなかは ESP、 誰にもまた大きな気すぎ言えるもんじゃねえが。夜中のライブっぽくていいやろ。チョコソンは久々に聞いたわ。知ってるねみんな。キラキラしますいいね、みんないろんな曲知ってるね。あ、意外に DJ タイム好評でいいっぽいね。メモリーガミハッピーやね。ほんじゃらかクリスマス。あー、もうクリスマス終わったけど。あ、そうや。クリスマス終わってないって。もう眠くなっとったかもしれん俺は。危な。うわ、終わってない。待ってねもう脳みそ寝とうのかもしれん。でも俺のパソコンにね、そんなに書いてないんですよ、ちなみに。あの、この前なくしたけん。ないわ。びっくりした、俺なんか変なこと言ったのかと思った。めちゃくちゃ邪魔ついてる。変なこと言っとくだっけ。あれって何年前だっけ。くだらないことばっかで思い出し笑う。ウニかげろうゼロ東京最高。手紙、うわ確かに結構流せるんやけど、俺のパソコンにあんまり曲書いてないな。どうしよう。あっつ、まだ飲めへん。
死んでもこんな風に思うけど最後ヤドカリ、うわ、待って楽しむことしか考えない奴ですらも曖昧一服昔ハイのハイ慣れた声もたどかないイングラ、イングラネットにはびこる評論家偉そうな自称専門家あからこう言うとしたああいうお前は誰だのかああいう最近流行るよバカチンギンタン領域展開お待たせ俺たち二人はプリキュアマックスアート夢にゴートゥートラベル明日も鍛えるランベルなのよ空に来る雪のように流れる星の奇跡また起こす奇跡さ新たな夢食べ始めバズりすぎたアンタンバーイネズミだらけのカラーほら届いてな俺の頼んだウーバーが過ごした日々がたくさんらレベゼン地球やさあ8時間で食って終わる瞬間最後まで笑え SNPS 1000円で行くよもなんかパコパコ懐かしい確かにあの DJ たがピアノ配信24時間できるように DJ 配信できる24時間 RET は最後まで流そうかな仕事は未だにハーブ。あっちゃ。まだ熱い。色直ったんですよ。直りました。カジーが師匠の記憶はほとんどないです。あ、スピレット。何年もパオ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 。うまーす社長だけど、そう、これにあったかいの入れてきたっちゃうめっちゃ熱いっちゃう社長と聞けるの嬉しいいいねライトオーゾン、ライトオーゾン、発祥節電、アイズアイズ、うん、BBQ 一日中遊び方なら超一流これからどうなる超未知数この曲で受験期助けられているありがとうどういたしまして第2弾通これまだ申請中なんでちょっと時間かかりそうですあんなんな一日半で8万中おこれいける来たいけるいいねこれで飲めるわジェニバラ一番伸びなかった曲なんですか難解だわかんないな来年すぐ海外に行っちゃうの行きたい1月になったらすぐ海外行きたいなまだ、あ、行きっぱなしないけんね今回はNF ああ懐かしい NF 懐かしいとか言っちゃうか自分の曲トップワンくれああ確かにな悪くないねでもいろんなのあるけん思ったより伸びた曲は福岡事変です福岡事変全然伸びんと思って流したけど作ったけどめちゃくちゃ伸びたけんびっくりした
オットガジハは思ったより伸びたな。あんな伸びるのと思わなかった。台湾でも人気になりそう。なぜ台湾逆に。福岡事変めっちゃ伸びてて、そう最初結構適当に作ったっちゃね、まあ、福岡の曲でも作ったらいいかと思ってアルバム爆速で作るときに、なーなーなー聞かせてやるよと言い送りの雲に、小さくなって口元の街、それを窓から見下ろすことで気がつきゃすぐ見えてきた東京、余計なものも助かる、一つ社長クラブで会ったの覚えちょる、どのクラブ、そのちょっとクラブで会ったっていうのはちょっとあのヒント少なすぎん、この大阪のクラブで会ったの覚えてるとかさ、名古屋のクラブで会ってる覚えてるとかって言われたらいけるけど、その適当にクラブって言われても分かんない。配信中に400万いってほしい、そりゃそう行きたい。全部好き、ありがとう。 FF 街お願いします。うわ、久々に聞いた FF 街っていう名前を、単語を。さあ、丸さんが来るまで、DJ タイムで行きましょう、皆さん。ラジオだと思って。誰か呼ばないの？丸が向かってきとうけ、丸が多分、どんくらいで来ると思う？どんくらいで来るとかいな。めっちゃジャスコエゴージャスコエゴー、音下げてほしい、オッケー、もうちょっと音量下げるね、こんくらい、EFA FCD EFA。 音聞こえてる、逆に今回の音量は。社長のそっくりさんびっくりした、俺が一番びっくりした、あんな人としておるやん。キャッツとイビザどっち派？あんまりいかんかったな、どっちも2回ずつぐらいしか行ってないな。なんか見つけた今夜が前に決めた、おかわり、おわかり、ドンピシャマンネル、おあたり、おだまり。音聞こえる？聞こえてるよ。じゃあこんくらいでいっか。付き合って1年目の記念日だね。久々に聴くこの曲、みんな知ってます？音楽もいいけど社長の声聞こえづらくなるの嫌だ。じゃあもうちょっとちっちゃくするか、こんくらいにしようか。幸せな DJ タイム、やった。意外に DJ タイムがここに来て
好評だって。スパチャ届いてありがとう。エピカで琉球アイランドの撮影してた時2日連続で飲んだ。マジで？じゃあお久しぶりです。ごめんごめんね。やりたり。あれ懐かしいこの曲。DJ タイムレアすぎる。確かに普通になかなかない。こんな パソコン1台で DJ するのは結構なんか珍しい。俺のこのソフトのいい。眠すぎて俺何喋ったか分からなかった。自分が今引退しても日本にいる。いや年明けたら海外に行く。みんな悪い。YouTube やめんな。そう言ってもらえるのは嬉しい。ありがとう。ですよね。やめない方がいいですよね。僕もそう思いますけども、両立は厳しいような気がしてるんで。48時間も見てると社長も人間なんだなって感じます。そりゃそう、人間や。何と思っとったんや。人間や。同じ福岡でためやった件ずっと応援しました。腰痛引退悲しいけど200万人突破を頑張って頑張ります。すら高橋さんからありがとう。最後中学校3年ゆうちくん地元だよ。キララ俺の人工しゃぶれ。なんちゅう曲なんやろね、これ。こういう名詞出してチンコしゃぶれって。社長が世界一になれるって信じてます。ありがとう。なれますよ。その服どこで売ってるんですか。これはあれ、のぼせ。あ、ネットで売っとるらしいよ。だけどネットで買えるっぽい。大人げない。うわ、いきなりスパチャがいっぱい届いてきた。シャカシャカポテト社長、来年の活動楽しみにしてます。盛り上がる曲待ってます。任せろ。盛り上げる曲では得意やね。いい曲は作れんけど。トラック天才すぎ。やったー。ハッショセッサハッショセッもっともっとだけもっとお病気もっと頑張るし、もっと個人の青髪だけども顔面顔みたい聞いとけそこら超中学生に応じてきいよ。小寂しいですバカ野郎。ありがとう、そう言ってもらえて。社長は喉を休めてほしいです。ああ、喉休めたい。だけ今 DJ やってる実は。音楽は天才です。ありがとう。
社長、眉って叫んで、叫ぶほどの喉はもう用意されてない。眉、社長、おはよう。おはよう、起きたんですね。おはようございます、ゆうちゃん。旦那、長期出張中でワンオペ育児中、頑張れって言って、頑張れゆうちゃん、頑張れ頑張れ。社長、ツイッチでコメントし倒したベトナム人のロアを覚えてますか？ツイッチでベトナムロア、え、ツイッチ、俺ツイッチしてないよ。それってホイじゃない？明日お渡し会、スクショと待って。マジか。じゃあ明日言って、ベトナム人のロアンって言われたらさすがに覚えとうと思うけ、言ってきて。10日間で社長が体壊さないか心配。大丈夫です、めちゃめちゃ体強いんで。はい、ウーバーまだ、確かにウーバー頼んどった。うわ、時間がずっと遅れと、20分から40。グリーンカレー頼んだよね、こんな時間に。いや、米食わんよ。だからお店に行ったら食う。でもお店じゃないけん、そう、失礼とかないけん。だってみんなもさ、刺身頼んだ時にさ、妻来るやん、大根の食えって言われてもさ、どうでもいいやん。それと一緒、食いたいのは刺身やん、ついてくるやん。そう、それと一緒、うん、グリーンカレーのルーが飲みたいんやけど、ついてくるんよ。米抜きっていうボタンがない、仕方がない、意味がわからん。どうないのないばいどうないのないないないな。グリーンカレーライスなし、いやライスありっちゃう、ついてくるっちゃう、仕方ない。カレーではグリーンカレーが好きなの。グリーンカレー好き、グリーンカレーうまくない？普通のカレーよりグリーンカレーの方が好きかもしれない、もしかしたら。どうしよう、助けて、お腹すいた。そうなんや、10日間でまたゴキブリ食べますか？もう食わん、そういう企画じゃないんや。もうゴリゴリ、普通の人が食べる一生分に食べるゴキブリもう食べた、うん、全部で俺400匹ぐらい食っとっちゃうね、全部で。多分そのうちの380匹生きとう状態なの。もう食わんやん、普通食っても50匹ぐらい。そう、こんだけ食わせんねん。ノリ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 。400匹、そう、400匹が食った。あとムカデも多分全部で20匹が食ったとかいな。あと何食ったかいな、イノシシの金玉も食ったからし、ワニとかも食ったからし。社長も寝てくださいね。いや寝たいよ、今丸待っとんだよ、寝かしてくれ。レイさんからスパチャ届いた。ライフソング博多ライフ、ライフゴーゾーン、花鳥風月、ゼロ東京、好きな曲ばっかでいつも元気もらってます。嬉しい。たまにしか出さないやつね。あ、たまにあの出す元気出る系だと嬉しい。今ここに1分1秒大事に大事に。社長、100万円貸してください。いいよ、
炎上万博行きたい。いいよ。まい、社長デートして。いいよ。ツバメさん、マル来て、社長喉カラカラになっちゃうよ。そう、カラカラになっちゃう。アメリカカニ玉食べますか。え、すごい。アメリカカニ玉って何？まずそれ何？わしゃ知らんぞ、そんな食いもん。松尾さん何してるの？向かってきとる。グリーンカレー全然来る気。この状態の時ってマジさ、向かってきとうとかいな。信用できんのやけど。普通なんか住所あるよね。ねえ、俺らでやってきた道、笑われながら歩いてきた道、アゲンが俺らを指さす、俺らは未来を指さす。達成かっけ、そんなん知らねえ、不安定だって、これ命がけ、どこにもでも。のだめなめて、やっぱバチクソなめとんねん。ちょ、左右入れてきて、これ。あざす。社長から DM 帰ってきますか。この期間は帰ってきません。喉痛いですか。痛くないけどカラカラや。銀太面白いこと言うよ。おい、誰が銀太よ。 DJ 社長や。龍角散ダイレットが喉に効く。あ、俺持っとるわそれ。もうでかすぎてがっかりそうだけども、楽しいと今捨てられた、捨てられた。喉にいいやついっぱい買ってきてもらおう。次タコに。うん、こんだけ違うじゃん、あなたの。最冬の公園地、恋かよ日々。マルキツ穴確定ですね。そりゃそうや、こんだけ遅刻しとつけ。うさみみさんからスパチャが来た。一夫多妻の話すごく理解できます。ポリアモリやオープン マリッジがもっと増えていくと思います。人間の愛はこんな狭いものじゃないですよね。お、そう。ただ俺、あれ、ちょっとスイッチ入っていっぱい喋ろうとしとったけど、よくよく考えたら隣にとんでもない純愛の子がおったけん、やめようと思って、途中で気づいてしまった。前田俊くんの隣で、あ、前田俊の隣で言う話じゃないなと思ってた。そうやったよね、完全に。危ないこと言おった、俺。なんない着信確信ね、あのお湯沸かしちゃってよ。あ、沸かしちゃった、やった。君からの電話して稼げるようになったよ、多分いい男になったよ、君のこと忘れちゃったの、それだけ時が経っても君に会いたいんだ、待てもう目を待っている、僕が先に死んだね、会いに行く、会いなきゃ夢になる、何を抱いてくれ、手が得るかに国でも何気ある、君を待っている、死んで転生当てるまで、息子が先に死んだら、ああ、フライハイ、お懐かしい曲や。
蜂蜜あるといいのに、蜂蜜って喉にどう？買ってきてもらおう、それ。マルとグリーンカレー、どっちが先につくかな。間違いなくグリーンカレー。俺は分かってる。間違いなくグリーンカレーが先に届く。できてた今なら今日という仕事くらい排せずにできるかな。運が得たせる必要はね。マヌカハニーが喉によ。マヌカハニー欲しい。いや、喉飴じゃなくて、なんかあのガチガチのやつあるよね。あのめっちゃ強いやつ。いつの日になった。きたー、木本が眠い時トツだ。この人数はトツだ。チャンネル登録してね。チャンネル登録し、マオドくん、マオドくん、マオドくん。僕知ってるんですよ。あなたがチャンネル登録してないの。僕たちの管理画面データで出てるんですからね。半分はチャンネル登録してないんですよ。してくださいよ。チャンネル登録してくださいよ。お願いしますよ。なんでチャンネル登録しないの。そこのチャンネル登録ってボタンポチッと押したら終わるじゃん。1秒で終わる。チャンネル登録だけポチッと押してくれてから、もうそれでいい。本当に心からちょっとチャンネル登録してほしいです。今本気で言いよ。チャンネル登録者数が増えれば増えるほどモチベーションが上がって面白い動画いっぱい作るけ、頑張りますよ僕。おめでとうございます。あー、うまい、酒がうまい、酒がうまい。いってんねー。